素晴らしい王札だ。抑え込まれる。前世の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。恐ろしく早い。まったく。だからどうという話でもないか。くそ、まただ。乗っ取れない。この虎杖とかいう構造、一体何も。貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。バカな。あ、いかん。こっちも直してしまった。いまいましい小僧だ。完全に舐めてやがる。ついてこい。そうだ、ほら頑張れ頑張れ。呪霊といえど腕は惜しいか。領域展開。熊水す。うれしそうだな。褒めてやろうか。終わったぞ。不愉快だ。変わるのならさっさと変われ。残念だが、やつなら戻らんぞ。そう怯えるな。今は機嫌がいい。少し話そう。しかしまあそれも時間の問題だろう。小僧を人質にするってさらにダメ押しだ。いいぞ、殺す。特に理由はない。せっかく外に出たんだ、広く使おう。面白い。好き。なあ、言ったろ。広く使おう。なるほど、お前の式神、影を媒体にしているのか。俺は不平等に人を助ける。いい、いいぞ。お前が命を燃やすのはこれからだったわけだ。なるほど、そうか。それなら見せてみろ、伏黒恵。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら置いてこい。見下してやっからよ。直してやった恩を忘れるとはな。その後心臓取っちゃったでしょうが。吐く。
罠から足場を引っかかってやる。あっ、取った。心の中と言い換えてもいい。つまり俺たちはまだ死んでいない。まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件だったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。俺の心臓を直した時みたいに順平を直してくれ。断る。愉快。教授も未来もお前の全てを捧げて俺に寄りすがろうと。何も救えないと。いい、それでいい。俺の魂に触れるか、二度はない。部をわきまえろ、知れ者が。言ったはずだぞ、二度はないと。ノート、どうでもいい。奴以外は心底どうでもいい。お前のせいだ。お前が俺を取り込んだ。目覚めたんだよ、切り分けた俺の魂たちが。大勢の人間を助けるか。小僧、お前がいるから人が死ぬんだよ。